ハイパージャパンは、クロスメディア・リミテッドの主催により、イギリスのロンドンで開催されている、イギリス最大の日本文化総合博覧会。2010年に初開催され、2014年以降は7月と11月の、年2回開催。日本食と、ゲーム、漫画、アニメ、音楽などの日本ポップカルチャーを2つの軸とし、テクノロジー、ファッション、電産品、観光、 地方振興、伝統文化、武道など幅広い日本文化が紹介されている。会場は、ステージ、出展エリア、体験エリアの大きく3つからなる。夏と冬のイベントではそれぞれテーマが異なり、夏のイベントは、ポップカルチャーを核としたフェスティバル、冬は、クリスマスショッピングを核とした展示、物販イベントとなっている。ハイパージャパンは、2010年、 クロスメディアリミテッド代表取締役社長のマルモカズヒロの発案により当時イギリスでトレンドになりつつあった日本食とヨーロッパ大陸ですでにブームを巻き起こしていた日本ポップカルチャーを融合したイベントとして誕生した現在世界中で多く開催されている現地ファンコミュニティ起源のポップカルチャー中心のイベントとは成り立ちが異なる2010年の 1> 第1回から2013年の第5回まで約9ヶ月おきに不定期開催されていた。2014年以降は7月の夏のイベントと11月のクリスマスイベントの年2回開催。2015年からは夏のイベントはパリのジャパンエキスポの翌週開催、冬はブラックフライデーにあたる11月最終週開催となっている。イベント規模の拡大に伴い、 ロンドン市内の展示会場を移動。2017年現在は、ロンドン東部のタバコドックを会場としている。初回のイベントから現在に至るまで、東京本社の日本出版貿易株式会社が、イベントオフィシャルパートナーとして参加し、日本からの出展者のバックアップを行っている。ハイパージャパン2014では、キャリーパミュパミュが所属する。 遊びシステムがオフィシャルパートナーとして加わり、ハイパージャパンと原宿かわいいのコラボとして、ハイパーかわいいがイベント内イベントとして開催された。在英国日本国大使館、日本貿易振興機構、日本政府観光局、自治体国際化協会、国際交流基金、日本動画協会、映像産業振興機構、音楽産業、文化振興財団。 デジタルコンテンツ協会等、日本の行政団体、業界団体からも講演を受けている。主催者企画として、一般来場者による投票型のイベント内イベントが開催されており、イギリスで一番の寿司を決める寿司アワーズ、日本の酒蔵重蔵を集め、イギリスで人気のある酒を決める酒エクスペリエンス、イギリスで一番の日本酒カクテルを決める、 酒タクテルアワーズ等が開催されている。日本の農林水産省もこれまでに何度か参加し、日本食 PR のためのクッキングでも試食コーナー、ステージショー等を実施している。出店ブースやクッキングでも等で日本食メーカーの参加も多い。現地系出店者を中心に日本のアニメグッズ、フィギュア、漫画などが売られている。任天堂、バンダイナムコ、 スクウェア・エニックス、コナミ、東映アニメーション、講談社、ヨーロッパ、ニコニコ動画等の日本企業もこれまでに出展している。初回イベントから現地ファン参加型コスプレショーが開催されており、一時期は世界コスプレサミットのイギリス代表選考会も開催していた。日本からゲストも登場し、アニメプロデューサーの石川光久、アニメ監督の塩谷忠義、 放送作家の木原博勝、声優の近藤隆映画監督の三木里史等がトークショーを行っている。イベント参加後の感想として、石川曰く、イギリスは保守的なイメージで自分たちが作っているエッジの効いた作品など受け入れられないかなと思っていましたが、ちゃんといいものを作っていれば国境を越えられるんだなと感じました。すごく日本のカルチャーが受け入れられているので、 これからもこういったイベントを続けてほしいと思います。イベント会場にはライブ型ステージが設けられ、これまでに、XJAPAN の吉シキ都市、ホテイトモヤス、デンパインク、岩佐美咲、メイジェジャルジャル、シロ、A 等が登場している。日本でニコニコ動画で生配信されたこともある。物販エリアに加え、毎回現地系コミュニティにより、 かわいいファッションショーが開催されている。過去に、青木美里や、白塗りアーティストのみのりとのコラボによる、ファッションショーも開催された。ハイパージャパン2011では、UK かわいいスター・オブ・ザ・イヤーコンテストが開催され、ミュージシャンの分、シマ・カノンが特別審査員として参加した。ハンドロイドの開発で知られる、日本の一得は、2011年から、毎年イベントに参加しており、 ステージ及び出展ブースにて最新技術を披露している。ハイパージャパン2014では史上初のロボット宇宙飛行士となった広場の開発者である高橋智隆がゲスト出演しロボットの実演をした。着物、和小物、電産品等の物販や伝統クラフトのワークショップに加え武道、日本舞踊、三味線、茶道華道といった 日本の伝統芸能のパフォーマンスも見られる。英国王立演芸協会主催のチェルシーフラワー賞で最高賞のゴールドメダルを獲得したイギリス盆栽連盟による盆栽展示コーナーも設けられている。2013年には初の外国人芸者となったオーストラリア人芸者シャユきがゲストとして登場し、沖きの他の芸者集ともに座敷芸を披露するほか特設コーナーに設置された。 芸者小屋で、着付けやメイク、稽古など、芸者の裏舞台を見せた。日本政府観光局、自治体国際化協会、東京都観光レップ等の行政団体のほか、現地の訪日旅行会社が定期的に出展している。沖縄県、福岡市、静岡市、南端市等も、地域振興目的で過去に出展している。ハイパージャパン2011は、元気ギビングをテーマに、 東日本大震災の復興応援イベントとして開催され、震災展示コーナー、チャリティーラッフルやワークショップを通じ、義援金が募られた。主催者からも、スポンサーシップ収入及び、チケット収入の一部が、ロンドン日本協会の東北アースクエークリリーフファンドに、義援金として寄付された。ありがとうございます。